さあ、ということで、鬼越トマホークチャンネル始まりました。ね、今日はですね、またこの方に来ていただきました、中川パラダイスさんです。パラダイス、いやー、お願いします。パラニー。いやいやいや、ありがたいのよ、もう、鬼越トマホークチャンネルレギュラーでお願いします。すごいんですよ、本当に。いや、でも、パラニーっていう反響が、ダークヒーロー。ダークヒーロー。でも、ちょっと待ってください。久しぶりに僕、パラニーと会ったんですけど、サウナお好きですよね。サウナ好き。ちょっと痩せすぎじゃないですか。痩せましたよね。あ、いえ、これはまたね、まだ、ね、いろいろある。あるんですよ。いろいろある。ちょっと、変なとこ気づいてるし。肌ツヤもいいしね。うん。でも、パラニーやっぱ本当に、うん、前回のパラニー出ていただいたのが、うん、多分本当に40万再生近く行きまして。うん、いや、本当に僕は、うん、今お笑い続けてられてるのは、はい、この僕が出させてもらった鬼越、はい、トマホークのチャンネルのコメントを見て、俺はまだ芸人続けれてる。絶賛の嵐。そうそうそう。めちゃくちゃパラダイスこんなおもろいんだみたいな、めちゃくちゃコメント書いてありました。そうか、うん、その僕らも、パラニーとか、うん、瀬下さんを取り上げて、うん、やっぱちょっとでも SDGs に貢献しよう。言い方よ。言い方。芸人 SDGs として。いや、本当にね。吉本今 SDGs ですから。うん。で、やっぱパラニー、俺らもちらほらとちょっと噂を聞いてまして、はいはい。パラニーいないところで喋らせてもらってるんですけど、うん、たかしさんから、はい。ね、トレンディー。たかしさんから連絡をして、うん、その、パラニーの、うん、先月の月収が3万だったらしいぞっていう噂をちょっと聞いて、チャンピオンっすよ。で、なぜかわかんないですけど、たかしさんが震えてたんですよ。なんでやろ。俺もそうなるのかなつって。その近い将来の未来みたいな。やっぱ2015年 M1 チャンピオン、まあね、トレンディーさんで。バラニーいつ2013のザ・マンザイチャンピオン。なんやった俺、優勝した時に、はい、その、たかしからずっと、たかしが優勝するまでは、はい、パラニーみたいな生活がしたいです。パラニーの生活に俺は憧れてるんです。お笑いで一番いい生活の仕方じゃないですかって俺は言われてたから、ね。まあ、楽しそうですよね。ね、お笑い芸人でそのタイプのハットかぶっての、パラニーと木梨さんだけですよ。本当に芸人を楽しんでる方しかそのハットかぶれない。絵の才能のない木梨さん。いや、絵だけじゃないですよ。ほら、絵だけの才能じゃないですよ、パラニー。いや、で、実際、うん、その、3万円って聞いて、ちょっとまあ YouTube とかでちょっと言っちゃったんですけど、うん、実際そこの真実ってどうなんですか？ね、はい、先月、今月ではなく、先月、3万5千円。で、先々月が4万7千円。2連続続いたのよ。かといって、その前も、じゃあ果たしていいかって言われたら、良くないよ。正直。だってザ・マンザイチャンピオンですよ。正直、チャンピオン取ってからって、うん、それこそずっと3桁とか、そのないし、いろいろ賞金とかでも4桁とか言った時もある。まあまあ、4桁は、じゃ賞金はないから、ザ・マンザイ。ザ・マンザイ、賞金はないから。そう。レギュラー番組か。あ、そっかそっか。なんかありましたよね。レギュラー番組か。一応、そのザ・マンザイ自体が、震災の年にできちゃったから、はいはい、まあそういうの良くないよね。あ、そうそう。賞金は。で、なかったんやけども、代わりに。そっか、日清食品1年分とかそんな感じ。あ、だからもう、それこそ、自分のご褒美番組。はいはい、はい。1年間レギュラー。うん、プラス、どん兵衛30年分。30年 !30 年分。そのどん兵衛って今どうなってんすか？いや、これがな、優勝してから、はい、その翌年にはまたチャンピオン決まるわけ。はいはいはい。だから、もらえるのは1年。あーチャンピオンの期間だけもらえるってことですね。チャンピオンの期間だけ。じゃあその30年分って何なんですか？ 30 年分の数を、だからその1日1個計算なのか、何個計算なのか分からんけど、30年分はもらえるけど、賞味期限はあと2年みたいなことやから。なるほど。むずいな。だからもう各劇場に結局配って、僕らめちゃめちゃ食べさせていただきました。ね、ウーマンさんからですっていう書いてあって。あ、マジで？あるじゃないですか、うんうん。やっぱそこ置いてあって名前書いてあって、ね、やっぱ若手のお金ない時はもうあれが本当嬉しくて。劇場に置いてあって、とか、うん、パラニーのおかげで食いつないでた若手芸人が今となってはいっぱいいるわけですよ。うんうん、まあでもそいつらに俺一つも助けてもらってないんだ。いや、助けてるじゃん。俺ら助けてるじゃないですか。そうか。だから、数少ない。ニューヨークとかも食べてましたよ、劇場で。どん兵衛呼んでもらったことないの、うん、ニューヨークの YouTube に。だから数少ないパラダイス軍団、うん、で多分僕とトキさんしかいないじゃないですか。あ、まあね、
リアルな話、うん、やっぱこれこれがちょっともうあれなのが、やっぱいろんな先輩に話聞かれて、うん、仲いいの誰、中川パラダイスさんですって言うと、うん、みんなすごい嫌な顔するんですよ、ね、先輩が嫌むし、いや嫌ではないって、そんなことはないで、でもやっぱ俺らは本質的に本当に面白いと思ってるんで、うん、ありがとう、まあ、出ていただいて、うん、でやっぱもうあとね視聴数がね稼げる、本当に回転するんで、まあ、いやそんびっくりするよ、だって。いやいや、本当に。自分の YouTube とかやってるけど、ほんまにその157回とか再生回数が。なんでですか？この動画。ゲーム配信やってますもんね。ゲーム配信とかもやってるけど、もう本当にゲーム配信も月1500円稼げてるぐらいの。結構俺毎日2時間ぐらいやってるけど。そうそう、がっつりやって。そう。お金投げてもらってね。多分ゲーム配信が向いてないんだと思いますよ。僕、やってほしいのやっぱ。うん、あのやっぱ奥さんとハプニングバー行ってみたって、うん、コンプラ的に無理だ。でこれみんな芸人ってこういう発想だけ言うじゃないですか、うん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 、本当に行くのってパラニーだけですか。いやただリアルに俺は一回嫁さんとハプニングバー行こうとしたことあるのよ、うん、それ実際前日だと行ってないんですか。いやあの、はい、じゃあハプニングバーの噂は聞いてた、はい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 、そんなところがあるんだ、まあ、なんでそんなハプニングが起きるんだってすごい不思議やん、はいはいはい、でもやっぱ誰と行くねんってなるよ、はい、でよく言うのが、うん、そういう時に言うのがその自分の彼女であったりとか、うん、奥さんであったりする人と行かずに別の女性と行ったりするみたいな、うんはいはい、聞いたりする、はい、あります。遊び相手というか、そうそう、それは俺純粋な愛じゃないなと思うのよ、はい、本当に愛してる人と一緒にハプニングバーに行きたいと思って、はい、どうせ行くなら、はい、俺言ったの嫁さんに、うん、あの行ったんですか、うん、あのハプニングバーがあると、はい、こういうとこがあると、はい、一緒に行かへんかっつって、はい、じゃあまさかの嫁さんが、はい、いやそんなん二人で行ってもうたら子供どうすんのって言い出してリアリストだな。行きたくない、そこじゃない、行きたくないでいいんですよ。和代さんもそこじゃないのよ。もう一個先のことを考えて言ってくれた。だからおもろいなそれ、はい、せっかくやし、じゃあそういうんであれば別にまあまあそのなんていうの、まあ子供は別にその空いてる時間とかバラバラであるから、まああの誰かに見てもらうであったりとかいいから、せめて一回行ってみへんみたいな。ハプニングバー行くからって誰かに見てもらうってやばい。俺子供も連れて行こうって言ったらもうそこでショック受けちゃって、はいはい、それはまあ多分年齢制限的にもあるから、それそこじゃない、ちゃんとさんとそこだから、ルールルールはちゃんとしてるです。で、あのまあ上野にある、はい、あのハプニングバーに、なんか、うん、噂聞いたで調べて行こうと思った、はい、1日前か2日前ぐらいに、なんかまあ予約の電話とかいるんかなと思って、電話したら出えへんかって、はい、じゃあその次の日を、まだ行くまた前日ね、はい、次の日にニュースが流れて、はい、摘発されました。あー、よかったですね、逆に。そう。確かに、なかなかパラダイスってやってたらやばかったですよ、マジで。ハプニングバー行って。こうなりながらね。パラダイスって。よかった。ガッパ締めながら。踏みとどまりましたね、ギリギリ。だから、パラさんって、冗談でハプニングバー行ったことあるんですかとか、行きましょうとか言うじゃない。うん、そしたら、いや、ハプニングバーは絶対あかんと。うん、あの、もう本当摘発とかされてるし、合法じゃない。あれちゃんと、まあ、安全じゃないからダメやっつって、うん、あんだけやばいことをやってきた人間が、うん、そこで絶対守るのよ。だってあのハプニングバー絶対行かないっていう。俺聞いたよ、その吉本って今仕事取ったら、うん、その吉本が反射チェックしてくれるじゃないですか、うん、パラニーだけあの今度あの、うん、新しい社長と飲み行くんですけど反射チェックお願いします飲み会なのに反射チェックしてるって聞いたよ。で俺ちゃんとしっかりしてるっていうことだよ。だから M1 とかね、一緒に素人の方出てるけど、うん、全部反射チェック済んでるからね、あれは。反射とは一切かからない。ギリギリでしょ。ギリギリ。いやいやいや。ちゃんと反射チェックでは OK やってるから、まあ、M1 のネタで反射ネタみたいなのをやったりする。見た目がそういうっぽいだけで、実際はちゃんと確かめて、意外とどの芸人よりも俺ちゃんとコンプライアンスしてるから。確かに。うん、だから、こんだけちょっとはっちゃけてる感じでも、ギリギリの綱渡りで落ちないっていう。あの、金ちゃんが怪しそうな社長から仕事のオファーが来て、はい、どうしようって、吉本じゃなくてパラディにいたら、あ、もうそいつ反射軸通ってんの、ね。そう。だから、本当に反射軸してくれるの、勝手に。パラディが。パラディに聞いたら、だいたい言ってくれる。反射チェックする今、会社がおそらくあるんですよね。そこにだから吉本が委託して、うん、業務委託してやってくれて。まあ、だから基本的にはそこで OK だったら OK なわけよ。はい、わかります。で、パラディは本当すごいな、そこは OK になった人としかつるんでないから、うん、一応ね。だから月収3万円でも、やっぱ人脈的にはもう、何十億ぐらいの価値がある人脈があるわけ、ね。いや、すごいよ。4万、年収4000億とか。4000億、うん、4000億って、それ表出てる人ですか、その、
まあ、もう表にも表ちゃんとちゃんとした大企業、大企業の社長さんであったり。4000億ってもういかがわしい社長じゃないもん。もじゃないじゃない。上場企業的な。まあ、上場。IT とか。そう、あ、もう、ま、前澤社長レベルの人とも思ってたりする。リアルにそういうのも入りますそれ、パラニーとその4000億が飲んでどういう会話するんですか、うん、いや、でも本当に楽しく飲むだけ。いや、あの、俺も一緒に居合わせたことあるんだけど。あの、面白いとかでもないですよね。社長、ただいるだけ、本当に置物なのよ。本当に。あ、だから、その、本当に勝手に冷蔵庫開けて酒飲むし、勝手に冷蔵庫開けて、こんなブロック肉みたいな俺が勝手にこう調理して。そう。勝手に。料理長だから。料理長。もう3時みたいな感じで。あ、なるほど、なるほど。もう勝手に肉、もう。それ社長が作ってくれって言ってるわけじゃない。じゃない。会社で勝手にいいぞって言って。で、これ、この肉いいですかつって。あ、いよいよ、食べて食べて。そう。好きにしてカラオケ歌って、何々して。そしたらもうパラディが全部肉分けて、みんなに振る舞ってみたいな。あの、吉本がね、あの、一年間、こんだけ芸人が活動して6000組いるって言われて、500億ぐらいじゃないですか、売り上げ。買える、買えますよ、その人。4000億って。いやいや、買えるんじゃない。全部買えるよ。そんな人とのパイプを、すごいですね。いや、だからまあ結構あるのよね。本当に、だからそれで言うと、まあお金、まあちょっと戻しますけど、はいはい。リアルに、その3万円、3万5000円だったじゃないですか、先月。それで内訳で言うと、何で3万5000円稼いでるんですか？そうです、ね。今この現状の、はい、3万5000円の内訳、はい。まあだから、基本は、ありがたいことに、今は漫才の仕事ができへんからやってしまったから、はい、ほぼ漫才の収入がメイン。もう9割、はい。それがなくなったの。なくなりましたもんね。うん、はい。ってなると、お芝居とかやるわけ。ああ、はいはいはい。で、お芝居って1ヶ月間ぐらい稽古あって、はい、で、そっから本番がまあ4、5日続くんやけど、はいはい、その本番分は一括で入ってくるの。ああ、はいはいはい、はいうん。で、稽古分はお金が入ってこない。入ってこないですもんね。あはいはいはい。だからそれがずれたりとか、そうすると何もやってなかった事件になったりする。なるほど、稽古だけやってた。そうそうそう。今は、お芝居の部分入ってないってことですね、まだ。入ってないです。入ってないで、その何もできなかった時期の給料ってことですね。何もできなかった、まあ例えば誰かのラジオに呼んでもらうとか、まあ僕も一個だけ唯一、ラジオのレギュラー番組あるんやけど、はい。あゆかあゆの認めない。誰が聞いてるのラジオ一回出ましたよ。一回も言ってなかった。一回出ましたよ。誰なんですか、あゆかあゆ。だからまあ、新宿にはびこってる社長です。はい。あ、社長さん社長さんだよ。社長がやってるんですよ。まあまあ、社長っていうのは、ちょっといろんなプロデューサーみたいな人で、過去にもともとホストやってて、そっからいろんなメンズナックルとか、メンズスパイダーとかの編集の、そのプロデューサーの人やったり、まあいろんな、多岐にわたってミュージシャンもやってたりとか、全部成功してる、もういろんなね歯医者とか何なりもう全部成功してるんだけど、メインがビジュアル系バンドのボーカルなの、はいはい、それだけ売れてないんだよ本当にでもそれをやりたいんだよねそれをやりたい本業はそれやりたいから、はい、それで友達と芸人を呼んでラジオやってるとか、まあミュージシャンとか、はいはいはい、だから出てるゲスト、はい、白栄さんとか新人の白栄さんとかその清春さんとか、えそのそうそのタグあのゴールデンボンバーとかゲストに出たりしてんのよ。すごい、うん。それがいくらぐらいなんですか？それはでも一本でもまあ5000円ぐらいじゃん。まあラジオやったもん、ね、そんなもんで、ね、30分とかなんで。でもまあ1週間に1本だとしても2万5000円とか。2万円とか。2万ぐらいですか。あとはね、細かい、だから本当に何、なんかの、まあ、もう言ったらもうこういう鬼越の YouTube に出してもらうとか、なんかそういう感じ。でも正直生活できないじゃないですか、それだと。できへん。で、噂で聞いたのは、うん、その、社長からいただいたタクシー代で、100万近くもらってるんじゃねえかみたいな。いや、100万はさすがに言い過ぎやけど。それは、それは君が、ほら、どうするそれで、お前。最近パパ活女子に税務署入ったんだから。バラに税務署入ったら。1日3万円だとしたら、例えば、毎日行ったら。いや、そんなもらわれへんよ。あそうか、言ったらタクシー代なんて、まあ、大体もらえても1万円ぐらいになるんや。まあ、そっか。まあ、だから、もちろん、生活は切り崩していってる。あ、じゃあある程度あったお金はちょっと貯金というか。でももうそこも突きかけてはいる。えだから、それはもう、だって、それはだって家も買ってるし、ローンも払ってるし。家も買ってるんですよね。家はおいくらですか？6000万。上がったんすよね。そうやね。今8000万になって。だからちょっと売ろうかなっていう感覚も出てきてるっちゃ出てきてんねんけど。うん、そうなんだ。でもまあ追い詰められてはいってるよ。まあ、かといって、はい、あれよ、その、
何もしてないわけじゃないからね。一応動こうみたいなのあるんですか？常に何かはやってる。あれは、うん、その内容は言わなくていいですけど、なんかちょっとビジネスやろうみたいなのは、頓挫しちゃった、うん、いや、頓挫はしてないねんけど、はい、かなりやっぱり、ね、夢あるプロデュース。そうやねんけど、やっぱり、お笑いが、お笑いがしたいが、芸能界で。お笑いが好きやね。え？あ、そうなんすか？できる限りは本当にそれ。でもやりながら、やりながらできるビジネスもある。本当ですか、それ。ほんとほんと。やりから頓挫したわけだけど、そんなお笑い、まあ、いやいやお笑いが一番なんて言う人じゃないじゃないですか、パラ。いやいやいや、それはもちろん、でも頓挫したというか、はい、多すぎるやることが。あだから、同時進行がむずい。なるほど。でも、それやるんであれば、もうそれに一回、もう、うん、特化してやる。例えば、お芝居の仕事も入れられへんくなったりとか、うん、そうか。その、もうそっちに多分ガッとならんと、多分オープンまでにこぎつかれへん気がするから。ちょっとお芝居の仕事って、お芝居、どんなキャラとしてお芝居どんなキャラやってるんですか？こう背中割れ、ヒヒヒヒヒって言って、いや、わかってない。最近主演みたいなのやってる。前だって、お芝居の時、こんなね、いいのが、本当に、北野に出てくる妖怪みたいなキャラだったら、マジで。お客さんも、何作品も重ねまして、ね、今主役級の。主役のやつもやらせていただきました。ほぼ主役という。こないだ終わったやつですか、それが。うん、まあ、こないだは、鳥居みゆきとはネタ単独ライブやって、はいはいはい、それもまあ、ありがたいことに4日間やって、4日とも満席という、まあ。それはすごいですよね。はい。ネタも8本ぐらい作ってました。そういうがっちりちゃんと単独。で、その前が主演級のやつだった、うん、主演級のやつや。それ何役だったんですか？それでも本当に、全然この、よくな、芸人さんがオファーされるときって、はい、割かしなんていうの、その、途中でそのネタやったり。はいはいはい。まあ、いじちとかやったら白目やったりとか、今もホストのやつやってたりするやんか。やってますね。実際2時間ある中、出演6分だったらしいですよ。ね、結構でも長くない?6分。で、みんなずっと練習したんだけど、うん、演技下手すぎて3分に削られた。マジで。だからまあ、お芝居にもいろいろあるんだ。芸人が出るとちょっと難しい。芸人が出ると、どっちかって言ったらなんか途中でギャグやったりとか、その芸人オファーみたいなのがあるんやけど、もう全くなし、暗い話で、本当に、ドラマみたいな演技でお願いします。お芝居というよりも自然な演技でお願いしますっていうので、ありがたいことに、いや、うまかったですよとか反響ももらって。そのパラディ的には楽しい仕事なんですか？そのビジネスを断ってまで。うん、これがね、はい、なんでお芝居にハマるかっていうのがちょっとわかった感じがして、はい、芸人さんで漫才やったりさ、はい、コントやったりしてるわけや、はいはい。で、初めてなんですっていうその現場に入った時に、周りの人は初めてなんやなって甘い目で見てるけど、みんな意外とこなせたり、うまかったり、まあ、するのよ。ということはみんなね、え？こんな演技できると思ってなかったですとかって褒められんのよ。あ確かに。それがね、気持ちええのよ。もう褒められることってお笑いの世界でそこまでないやん。それよっぽど跳ねたりとかすりゃええけど。褒められることなかなかないっすよね。で特にね、ウーマンさんで言うとなんか、褒められづらいポジションではいましたもんね。まあね、だからどっちかって言ったら、うなずいてるだけやんとか、相づちだけやんとか言われたり、その、バカにされるというか、キャラクター的に、なんもあんた楽してるだけやないかみたいになるけど、それが褒められるから。こいつ一回舞台袖から隠し撮りしようとしてましたよ、パラディの勇姿を。何の意味？あんだけさっき楽屋で喋った人が、ネタ中は全然喋ってないですって。ハットの被ってる三八マイクって感じでやってるんですけど、でも、本当にパラディってやっぱり楽屋でも面白いじゃない？面白い。めちゃくちゃ喋る。多分、村本さん。まあ、全然喋ってない。真逆だよね。真逆。真逆。だから、あれですね、評価今されるのはもう舞台と鬼越トマホークのチャンネルだけってことですね。いや、そう。これ褒めてくれるのが。そう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 。いや、だから意味はわかります、その、だからやりがいも感じてはいるってことですね。まあ、やりがいもあるし、うん、まあ、それなりの楽しさも見つかってきた。はいはい、うん、うん。演じることの楽しさ、はいはいはい。うん。我々の鬼越トマホークオンラインサロンの方も、パラニーファンが多くて、うん、多分どうにかパラニーにお仕事をと思ってる人いっぱいいますよ。オフ会でパラニー来てくれたでしょ、ほら。うん、で、喋ってパラニーめっちゃおもろいってなった後に、うん、俺ら抜きで、うん、そう共犯者、まあ、僕らオンラインサロンの人共犯者って呼んでるんですけど、うん、とパラニーのみ行ってるからね、そこに呼んで、あ、そうそう、実際、うん、で2時間ぐらいでエピソードトークして帰ってきたんですよね。マジで2時間のほんとにただの単独ライブやってきたよ。はいはいはい、うん、フリー1本で、うん、でその時でこっちっていただいてるんですか？
もらったんじゃん。もらって、うん、でそりゃそうですよ。それはお車代ぐらいはね、お車代ぐらいはもらって、うんうんうん、でもすごくね、俺らじゃなくてパラニー呼んで、うん、そこでみんな飲んでんだよ。だって俺のファン、俺らのオンラインサロンのライブ、パラニーのエピソード強すぎて俺らのエピソード受けなかったんですから俺らのサロンのメンバーなのに。ちゃ変な空気になってしまうのよ。やっぱりさ、そのシフトがさ、やっぱなんていう、その、はい、ちょっと下ネタであったりとかさ、はい、そういうのが求めてるから、いざ普通の面白い話したとしても、なんてさあ、そっちじゃないっていう空気に僕はなってしまうっていうだけやから、はい、下ネタレベルの話じゃないです。もうあれスカトロですよ。あれはもうすごい。スカトロの話で。いや、俺どんな汚い話。うんこ食って出してもう一回食ってましたよ。内容的に。内容的に。実際にはしてないじゃない。で、お客さんがもう受けてんのに、まだうんこあるでっていう状態ね。そう、ずっと。なんか実際、それがまあ、給料今ず、リアルな話、うん、最高の月収とかってどれぐらいなの？まあ、最高は、でも、そんなに正直、まあ、最近やったら野田クリスタルがさ、800万とか言ってたよ。あと900万とか言ってましたね。とかね。あれは多分リアルに、お笑いだけじゃない部分もありますよね。まあまあ、で、はい、でも、それでも僕は、300。ああ、300。300。いや、多分、今、もし、2022年で、うん、賞レース取ってたら、もっと言ってるわけですか。あ、まあ、そっか、賞金がまずない。そう、まず賞金がないから、一発でガツンって入ってくるのもないし、まあ、CM 絡んでね。うん。で、あと漫才の仕事とテレビの仕事っていう。あ、その時でテレビしかないですもんね。うん、今だったら YouTube、YouTube、まあ、その違うサブスクがめっちゃあるんで、そのネット広告だとか、うん、案件系が多いじゃないですか。うんうんうん、でもずっと結構300だった月っていうのはいっぱいあったんじゃないですか。まあ300とか200とか。はいはいはい。でも大体、まあ、アゲスケニューティックで100ぐらいは漫才してや、まあ、安定感はあったよね。はいはい、それがもうグッと5万まで減るんやから。やっぱそれはやっぱ漫才がなくなっちゃったって。漫才やね、やっぱり。あとやっぱピンネタがないから。カウス師匠の言い方やめてもらっていいですか？ま、漫才。漫才じゃないですか。漫才じゃ、漫才、ね。いや、もう。これはもう、俺カウス師匠とパラさんしか言ってないから。いや、だって俺はもうだって、カウス師匠の漫才の殿堂一番出てるから。いやー、そうか。もうお気に入りですもんね。そうです、そうです。カウスっ子ですから。そうですよね。だから、その、漫才さえできれば、もう、吉本は絶対に賞レースチャンピオンは、食いっぱぐれないんですけど、初めてなんです、食いっぱぐれて。食いっぱぐれてるね。初の食いっぱぐれチャンピオン。だって、あの、賞レース至上主義者の川瀬は、チャンピオンは全員尊敬してるから、そこにパラニーも入ってくるわけだからね。無条件。その言い方。なんか、それ入ってくるだろう、別に。たぶん、川瀬に今の給料言ったら、くれますよ、金。チャンピオンがそれだったらあかんです。目指すとこです。欲しいな、でも。そんなことないし、パラニー。いや、だからもう、カウス師匠に俺一回だって、はい、もしカウス師匠が何かあった時は、はい、漫才の殿堂俺に譲ってもらっていいですかって俺言ってる。え？そう、なんて。カウス師匠なんて言ったの？なんて言ったの？はっはっはっは言ってそのままどっか行った。それ断られてますね。いや、それもおしゃれ、おしゃれな、うん、一番おしゃれな去り方だけどね。ダメやと思う。いいと思いますね。あ、でも、ある意味怖いですね、それね。でも、その、師匠はパラニーのことじゃ気にかけてくれてるとですか、うん、まあ気にかけてるというか、でも、まあ、どちらかといったらやっぱ漫才はやった方がいいよって、うんうん、そうですね、言ってくれてるわ。うん、じゃあ、結局、だから、その3万で、まあ、宅代とかってリアルに結構もらってるんですか？いや、1万ぐらい。1万円ぐらい。まあ、普通に宅地代をもらって、はい、僕、まあ、家が、月島の方で、新宿とかで飲んだら、結局、6000円とか7000円とかかかんのよ。はいはい、だから、それを乗らずに、朝まで、まあ、歌舞伎町とかやったら1500円のサウナに朝まで5時まで行って、そこから電車で帰る。若手芸人ですね。若手芸人。俺らが昔やってた。若手芸人って言うけど、俺別にこの生活ずっと変わってないからな。だって俺はもともと帰った給料全部奥さんに渡してるし。じゃあ、モグラとかと一緒なんですね。全部嫁に渡してる。そうそうそう。奥さんに入ってる金額が少なくなってるだけで、はい、まあ、僕自体の性格は何ら変わってないで。パラニーはいくらなんですか？月いくら使えるんですか？でその使われへんから、今、だってそういうお車代で何とかしてるっていう。え、奥様は、言い方悪いですけど、ブチギレたりしてないですか？今の給料の現状に。あんたこれどうすればいいのみたいなの。まあ、ブチギレはないけど、言われるけど、でも、それ、ほんと、僕なりに動いてんのよ。はい、まあ、例えば、まあ、言ったら、ちょっと前で言ったら、50時間生配信ラジオ。はいはい、見てましたよ。見てました。こいつ、それも俺らの、生配信で文句言ってましたよ。
ん、何何何40人ぐらいしか見てなくて何の意味もなかったって。いや言ってない、そんなことは。そ違う違う、うん、パラディ。なんて俺はだからその出ようと思って。パラディの前だけなんだよ。違う違う違う。いやパラディってそんな気使わなくていいから。そんなに。お前言ってたじゃないか。言ってないよ、違う。俺は言ってたの。可愛がられてる、可愛がってもらってる先輩誰ですか？中川パラダイスさんなんですけど、可愛がられてるわけじゃなくて、僕が可愛がってる。いや、ふざけんな。それは言った。それは言った。可愛がってる先輩は。いや、違う、それ俺めっちゃ好きで、ね、うん、出てくれへんかって言われたじゃないですか。うん、で、マジで予定合わずに、一回も出れずに、うん、この時間だったらいけるってとこはもうすでに埋まってる他の方で。で、俺毎回ちょっと、聞いてたんですよ、毎時間。うんうんうん、何人ぐらい見てんのかなみたいな、うん、基本的に40から50ぐらいだったんで、うん、それをただ言ったわけです。40から50ぐらいなんだ、めちゃくちゃいい人出てんのにな、たけしさん出たり、うん、村松さん出てたり、うん、ね、だから、まあ、川西とかはやっぱすごかった、400とか。川西さんはすごいよ。あ、でも川西さんも、リリーさんとかも、リリーさん何ぐらい、結構いい。もうリリーも2、300とか。一番可愛がってもらって50時間忙しいなんてことないからね、俺らのスケジュール。忙しい、ほんとあの時、ハマスタのあれと、フジテレビの歌と、全部、全然夜中は爆開きしてましたよ。いや違う、開いてない、だって。その後2時間寝て、うん、そう、オートレースの営業行ったんですよ。で、ずーっと生配信だったよ、7時まで。で、そのまま帰ってまたザ・ダブリューのやつで、本当になかったの、時間が。でもリリーさんとかもっと忙しいと思うよ。確かにリリーは15分だけの出演。あ、15分とかでもよかったんですか？まあもちろん、もうもちろん。うん、まあ、でもただ、本当に良かったのは50人。ほぼ50人。ほぼ50人ぐらい。うん、もう枠一つも隙間なく、いろんな人がたくさん、まあ言ったら、もちろんお笑い芸人、うん、もう一、まあメッセンジャーの黒田さん。ああ、すごいよ、田本さん。すごい、うん。すごい、ラインナップはめちゃくちゃすごい。見た？見てない？いや、まだ見てないです。ちょっと見る、はい、ラインナップ。ぜひ見たいですよ。俺がパラダイスさんと聞いてたんですよ。うん、そんなの聞くなよとか、そんなこと言ってない。マジでそんなこと言ってない。誰の何聞いてんだよとか言って。こいつは聞くの。え？スピードガン小沢さんとかで出るじゃないですか。メンズめちゃくちゃいるんですよ。銀シャリのうなぎさん。あ、トレンディエル高さん。あ、M1 チャンピオン多いよ。新喜劇の吉田さんとかも、乳首ドリルさん。そう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 。芸能記者 X 氏一番怖いんですけど。またあの人あの人です。あの人か。で本当に豪華で、うん、これライブアップみたいな、めっちゃ豪華、めっちゃ豪華。俺ちょうどだからライブスタンドぐらい豪華。いや本当に本当に。いやでもすごかった、やっぱ40時間やった時は。もう頭の思考能力は何も頭言葉も出えへん、詰まる、うん、物の名前人の名前出えへん、うん、今喋ったこと1分前のこと全部忘れてるっていう状態、もう人間の限界までいったから。もう最後っていうかもう覚えてないですか？そっから本当に喋ってるもちょっと部分部分しか覚えてないんだけど、終わって本当にもう眠るように12時間寝たよ。はいはいはい。で目覚めた時眠るように泥のように寝た。眠ってるから泥のように12時間寝て、そうそうそう、眠るようには寝てるんだよ。泥のように12時間寝て今5時間配信じゃない、違う違う違う、今は一番元気みたいになってたよ、正直。で、起きた時に、まず誰とも喋ってないから、あん時の治ったんかって、すごい心配になった。なるほど、なるほど。それ一番最初に喋ったのは、和代さんですか？嫁さんと喋ったんですか？嫁も仕事行ってて、起きたら一人やって。で、誰とも喋る相手もおらん。で、まあ、ツイッターに、12時間寝続けたと。はい、で、今もちゃんと治ってるか心配やっつったら奥さんから電話かかってきて、すぐ、はい、多分仕事の合間に、はい、じゃあいや心配やねんけどっつったら、いやもともとあんたなんて頭おかしやから今更になったところでもう一緒やってって言われて、なんかあ、そうやなと思って、なんか腑に落ちたというか納得して、うん、その一言になんか救ってもらった。いや面白い関係っすよね、その感じの。いやそうですよ、もう満を持して出てきましたもんね、中川和代さんも、うん、もうでも、名前的にはね、太田光代と語呂一緒だったから、ここから化ける可能性もありますよね。いや、南川さんの奥さんみたいな。確かに。すごいよ、だって最後の30分が一番盛り上がった。あ、そうなんですか。うん。なんで盛り上がったかっていうと、はい、僕の携帯と iPad あんねんけど、はいはいはい、僕は部屋で配信してて、はいはいはい。で、嫁さんと、まあ子供も出たんやけど、はいはいはい、は離れた部屋で。はい。で、その時に、もうあんた30分だから頑張って喋りやって。いやでも本当に何も言葉が出ないみたいな。そんな状況、そんな状況じゃないですか。シーセリピオン。そうそうそう。そう、ほんまにそうね、はい。言葉が出なくて、はい、何も思いつかへん、はい。質問してみたいなこと言ってんけど、嫁さんがじゃあ分かったと。
じゃあ、凛太郎つって子供に、凛太郎、はい、iPad 持ってきてつ、はい。じゃあ、僕の、インスタグラム、はい、両方入って同期してんのよ。はい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 、うん。そういうの、じゃあ、ちょっと DM 見るわって。DM 読み上げていくわって。やばーりんたろ、この水着の女の人のやつの DM 読み上げていってみて。それどんな内容だったっすか？いやでも多分 LINE 交換してみたいな。うん、LINE 教えてくださいみたいな。向こうから来てる時に、あ、いいよ。とんでもない。続きは LINE でねとか。むちゃくちゃ怖えわ。うん。でも、スーパー家族だ。すごい、子供は、じゃあ、リーシーチャンネルやりますとか。リーシーチャンネルリーシーチャンネル。リンタロウで。リンタロウとか。そうそう、リーシーチャンネルで。子供、ガーシーのこと理解してるんですか？ね、してるんですよ。リーシーチャンネルやります。でも、なんかそこにも愛があって、はい、この人、有名な人とかも LINE、DM してる、あ、これは多分お仕事やから、はいはい、それは関係ないから、はいはい、そうじゃなくて、ここにほら、映ってる可愛い女の子のほら、これ、DM 読んで、みたいな。それ、和代さんが指示してるんですね。うん。指示したり、凛太郎が勝手に読んだりとかして。で、そう、僕はそれをずっと、やめなさい。やめなさい、ダメだよ、やめなさいって言ってるだけで、でもその時一番、ぶわ盛り上がった。面白い、面白い、うん。奥さんが面白い、子供が面白い、なんかわからんけど、そういう家庭っていいよね、みたいな意見が、明け透けになってて。まあまあまあ、ハートそうそうそう。結果、まあみんな3人が楽しく過ごしてるんやったら、ハッピーエンドになったんですね。ハッピーエンドになった。確かにその、で不倫しようが浮気しようがその当人が許してれば、うん、その家のことですからね。そういうので許されてるんですか？いや許されてるというかまあグレーしてるとは言わへんね。はいはい、うん、でももう僕はこう行こうとしたら嫁さんがもう私じゃなくて他の人にしといて。え？そっか、今許されてない、そっちは許されてないですよね。うん、あ、そうだから奥様は大丈夫なんですか？奥様側は。いや、それも、決定的に。一回僕疑ったことあるのよ。はい。それなぜなら、まあそういう、昔ね、夜の行為をしてるときに、はい、夜の営みしてるときにさ、はい、急に、今までやったことない技3つぐらいやってきたみたいななったんよ。じゃあ、やっぱ疑うとこででもそこしかないよ。ええ、まあそうですね。うん、ってなって。急には怖いね。3つもってなって。1つならまだしも、3つ行くと思って。今までそれやってきてないよと思って、でも俺は怖くて、聞かれへんかって。でも、もう本当に胸にしこりが残って、これは解消せな、夫婦生活うまくやっていけへんわと思った時に、ちょっとこの前さ、あんなこととあんなこととあんなことやったんや、みたいな。あれは、一体何なんて聞いてる。はい、じゃあ、普通やったら、なんか、みたいな、気まずいことがあるから、とかなったりするけど、なんか、ふふふってなって。あれなんか、そのまずいことじゃないんだ。はいはいはい、はい。カズ師匠と同じ感じですね。はい。そういうのは。言いたくなるって。で、どうしたんどうしたんって聞いたら、実は、あんた、そういうエッチな5分ぐらいの動画とかあるやんか。うん、はいはい。そういうのいっぱい見てるやろ。うん、だから実は私が、あんたが寝てる間に携帯見て、どんな動画を見てるんか調べたと。はい、で、そのうちの過去に5個あった、やつ見てみと、はい、その中にその一つ目と三つ目と四つ目にその技があったからそういうのがいいのかなと思って研究したと。おお、めちゃくちゃいい話じゃないですか。でもさ、まあめちゃくちゃいい話じゃないけど、はい、この5個連続で見てるってことは、はい、僕のツボは最後の1個だけやね。ああ、そう、見て変えて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 ここでフィニッシュ。男的にはフィニッシュ。フィニッシュのところね。確かにね。うん、で、それをちゃんと細かく、いや、これとこれとこれとこれが良くないから、これを見てるんやで。だから、あなたが覚えなあかんのは、この動画の中から勉強しなさいって言って、確かにそうだねっていう、こんなハートフルな話。なんでこの話。なんでこの話は。いや、ハートフルじゃない。ダンクじゃないですよ。あんたもおかしいよ、最後。ここを見なって。まあでも、その男として一番大事な、うん、僕今ハッとさせられました。そ、確かに、全部ちょろちょろ見てダメだから最後なんですよね。うん、ちなみになんですけど、その一番最後の5個目のやつって何だったんですか？この性癖の、確かに性癖以上である。あ、だから、マッサージ店。
マッサージ店、マッサージ店、マッサージ店でこう、こう、マッサージを、女性をこう、マッサージしているところから流れていくみたいな。こっち側がやっていくってことね。そうそう。じゃあ、奥様的にはやることないわけですか？まあまあまあ、だから、そういうシチュエーションなんか、タオル巻いて、細めのベッドで寝ときなさいよって話。いや、むずいな。人体の、なんかこう、不思議な壁紙貼って。まあだから、正直ないかなと。そういう奥さんに疑いは。そうだね。なるほど。でも、すごいわ。ちょっと、これ、奥様が本気出して、で、奥様がバラエティとか出て市民権得ちゃったら、世の芸人の妻は震え上がりますよ。そこまで やれる人いないし。まあまあ、確かにね。振り切ってるからね。そうです。南川さんの奥さんですら、多分そこの部分は、南川さんとの行為のことについては一切喋ってない、うん。まあまあでもほんまは嫌やと思うよ。それはだって親戚も家族もおってさ、あんたの旦那大丈夫かとかって言われる。はい、ただでも、やっぱりさ、そういうちょっと僕、その、性的なというか、まあちょっとエロで、ちょっと後々も言ったらもう仕事もやりたいなとかっていろいろ思ってるわけで、まあいろいろ、だからこれなんでまずエロでやりたいかって思ったっていうの、はい、ちょっと話していいですか？あのさ、ちょっと僕まあ言ったら、まあ、地老気味と、あ、早漏気味やん。早漏やん。早漏なんですね。早漏やん。全然違いますね。ごめんごめん、早漏早漏。早漏やねん。はい。だからこそ、女性と何かするときって、はい、頑張らなあかんと思って、ああ。で、モテるわけでもないから、むちゃくちゃ頑張ってたよ。まあ、そういう行為になったら、うん。ということは、技術はどん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 年齢を重ねるごとに上がっていって。確かに確かに。うん、奉仕の精神があります。うん、そうそうそう。手抜いたことないから、はいはい、かっこいい、うん、プレイ前絶対20分マッサージするからねタルミはプレイ後もねプレイ後も20分マッサージするから、はい、アフターケアだから、はい、で、まあ言ったら腕はぐんぐん上がっていってるわけ、はい、でも、やっぱ若い時って早漏やねんけど年齢がいくにつれてだん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 早漏が治ってきてるわけはい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 、うん、というところで今バチーンとハマってあうん、テクニックと、その、持ちも、ハマって、あ、もうこれ俺 AV 男優になるしかないわ、と思って。やめてくれよやめてくれって、パラディ。確かに。パラディダメだよ、ね、だからパラダイスって芸名、よく書いたら、男優名ですもんね。もうね、なんもうなんや、うん、それもだから思ってな、そういうことなのかもしれないみたいな。だから、まあその、当時のマネージャー、はい、まあ、22、23歳ぐらいの女の子のマネージャーに、はいはい、俺は AV 男優になるって言ったんや。誰も、ルフィみたいな。海賊になるみたいな。AV 男優になるって言ったら、はいはい、その、マジで本当に、ウーマンラッシュアワーの看板を傷つけるなって言われたんや。まあまあ、そっち側の意見もわかりますよ、もちろん。チャンピオンですからね。まあまあ、確かにそうやなと思って、はいはい、それはその時で、はい、まあ、確かにちょっと違うなと思って、分かってんけど、まあ、たまたま営業かなんかで大阪とか行って、その時にホテル泊まった時に、はい、まあ、ペイチャンネルあるやん。はいはい、まあ、VOD とか、はい。そういうので、あまりにも暇すぎて、もう、AV も見た。パチンコ番組も見た。うん、はい、で、なんかいろいろなんかお笑いの DVD も見た。それでも暇やってなった時に、エロアニメがあったんや。はい、はい。で、僕、エロアニメは全く興味なかったんやけど、うん、どんなもんなんか暇すぎたから、うん、ちょっと見てみようと思って、はい見て僕衝撃受けたんやけど、エロアニメってやっぱりさ、AV 好きって言っても、今や変人扱いされへんけど、まあ、エロアニメ好きって言われると、ちょっとなんか、壁ありますよね。で、みたいな、うん。それが悪いもんではないんやけど、ってなるやん。だから、そういう世界って発展していかへんのよ。今の AV 作品っていろんなジャンルがあってさ、はい、みんな見るから。かでも、エロアニメ自体がそんなにこう、広い世界じゃないから、うん、あんまり発達してないの。だから映像とかって、同じこう、抜き差し抜き差しの映像が、同じ映像を繰り返し使ってたりするのね。はい、10分ぐらい。はい、でも、声優さんの、あ、あとか、その声の緩急で、確かに。その、見てる映像よりも、リアルに、ダイレクトに伝わってくるという。確かに。本当にその、まあ、言葉次第で、うん、でも全然受け取り方が違うってことですね。そう。こんなにエッチなのかとか、はあ、すごいなって、その、声優さん、エロアニメの声優さんの熱量が僕、かっこいいと思う。あだからすぐ、その制作会社調べて、エロアニメの。うん、エロアニメの制作会社最後に出てくるから、そうピンクパイナップルやったかな。なんか、制作会社が出てくるんだけど、そこにすぐ僕、メール送って、エロアニメの声優になりたいんですと。
中川パラダイスで、はい、ウーマンラッシャーの中川パラダイスです、エロアニメの声優になりたいですって言ってんけど、冗談やと思われて返事返ってこへんからね、はい、だからマネージャーにお願いして、ま、事務所から言ってくれと、はい、吉本から、そうで問い合わせたら、普通のアニメとかって、声優さん、あ、オーディションとかって全部あんねんけど、はい、エロアニメだけはオーディションがなくて声優さんの事務所に直接オファー出すね。ああ、なるほど、なるほど。だからオーディションがないんですってなって、もう僕手詰まりになって、はい、うん、あ、出られへんねん、はい、ってなった時にもうどうしようもないなと思った時にツイッターでエロアニメの声優になりたい、どうしてもなりたい、誰か助けてくれる人いませんかってつぶやいて、じゃあ一人声優系のそのキャスティングとかしてる人が僕なら協力できるかもしれませんっていう人が現れて、現れるんだ、うん、で内容を話したら、あ、じゃあ浪川大輔さんってご存知ですか、うん、でそれルパンの五右衛門の声やってる、おお、有名な方、そう、有名な、その人がステイラックっていう声優の事務所があるんだけど、やってはる、そこに1年間通うのどうですかって言われて、ほう、うん、だから僕1年間通ったよ、声優の学校、言ってましたねそれ、うん、あ、僕もう通い終わってるんですよね、もうね、通い終わってる、ただその声優事務所がクリーンすぎてそういうエロ仕事が1個も入ってこえへんからそのできてないんやけど、アニメは僕何作品か出てる、俺知らなかった、まあ例えばネットフリックスの海外のアニメの吹き替えやったりとか、あ、うん、え、実際声優仕事はもうやってるやつ、ギャラもちゃんとして、もちろんもちろん、うん、あ、入ってくる、それはまあその別にエロじゃなくてもそれはしょうがないから出るってことだ、普通の、そう、だからほんまはエロ出たいんやけど、そのエロがどうしてもたどり着かれへんくて、はいはいはい、声優仕事はやってんねんけど、それでもやっぱ諦められへんから、はい、一旦一回ね、ショールーム、はい、うん、はい、ショールームで中川パラダイスさん好きなこと何してもらってもいいですよって言われた時に、はい、エロアニメの声優さんと僕おしゃべりしたいんです、あ、で、できれば女性がいいなってなったんですけど、やっぱああいうのってこうベールに包まれてるから、そうそう、女性は無理です、まあ、声もね、まあ、顔も出せないし、ただ男性なら顔を隠してなら出演 OK ですよ、男性もいらっしゃる、うん、もちろんいらっしゃるってことですね、もちろん、じゃあちょっと話が聞きたいってなって2人で対談、はい、でその人はエロアニメの声優名は白木かけるっていう名前、白木かける、エロアニメ名があるんですか、あ、そうそうそう、まあ白木かける、まあちょっとそういうのを連想させた、なるほど、で普通のアニメもやってるんだよ、はい、がっちり、でもそこは切り離してイメージがつかないように名前を変えてやってるんだけど、もう10年ぐらいやってる重鎮の人は、うん、に聞いたらやっぱそこでもまたかっこよくて、うん、まあ例えばやけど、おっぱいとお尻って違うやん、ものが、うん、うん、違いますね、まあ、違います、全然、うん、全然違います、だからこう、そう、声優やってる時にこのおっぱい舐めてる時とかってみたいな、ここで音鳴らしたりするのよ、はいはい、まあ、もちろん SE もあんねんけど、はい、おっぱいの音ってやって、はい、うん、今のがおっぱい、はい、ということは、はい、じゃあ今度お尻を、まあ、舐めてる時はどうするかってなった時、はい、ここじゃあここおっぱいやから、はい、お尻はここやねんって。いや違うから肌の質が。そう、プロやん。プロだ。確かにプロですね。うんうん、プロだ。そうですね。僕たちはとかやってるだけやけど、ちゃんと物が違うんやから、はい、音も違うと、はい。じゃあ同じとこ舐めてたら違う音が出えへんから、はい、自分の中で違う音を探したり、例えば、はい、ちっちゃい男の子とかやったら、マジック、細めのマジック舐めたり、例えば体の大きい人やったら末期の大きいやつ舐めたりとか、はいはい、指を増やして大きくして舐めたりとか、もうね、もうプロなの。で、喘ぎ声って女の人にすごい喉に負担がかかんねんて、はいはい、あ、そうそうそう、はい、だから女の人が最初10分ぐらい映像に合わせて撮んのよ、はい、それに撮り終わったやつに男性がその声を聞きながら音を合わせていくねんで、え、そ、男 の、 合わすあの声っていうのは、うん、うん、とか、そう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 、そ、れパラニーが合わせるとしたらどういう風な感じでやってたんですか、まあだから一回俺が本当にちょっと練習もしてるから、はいはい、ちょっとどんなもんか聞いてもらっていいですか、はい、いいですか、今聞いて、はい、本邦初公開ってやつ、確かにもう、ただ、はい、顔見ながらやと俺で変な邪念がないのかちょっと見ないように目つぶるというか、はいはいはい、じゃあ、はい、行くな、はい気持ちいい。行きそう。かわいいな、お前。行く。気持ちよかった。
どういや、あの、俺らの視聴者でも多分耐えられないですよ。鬼越YouTube の視聴者でも耐えられない。やっぱ赤いハットが、赤いハットがやっぱ、あの、今、俺見てなかったけど、最後の行くときでどんな顔してたんですか？いや、最後の行くときっていうか、あの、バレてるかもしれんけど、はい、俺こう体こう前後に結構ボソボソしてるなと思って。で、結局お笑いの人とかってなんていう、その目の前にお客さんがおるから、はい、笑えば反応 OK やん、はい、うん、声優さんってどれが OK なんかな、うんうん、何で判断してるかな。確かに、はい、作品を自分で見てもう、その見てる人の反応が分かんないですね、はい、分からんから、じゃあどういうところでよしと思うんですかって聞いたら、はい、実際にその音を取ってる人が勃起してたら僕たちは勝ちなんです。うわー、なんかかっこええな思って。それでも勃起するって確認したりするんですか？いやでもまあ、そんなことあるんですかね。まあそのぐらいの、なんか勃起しましたよとか、もしかしたらって興奮しましたよとかっていうのが、ちょっと俺立ちましたよって言われるかもっていう。だ、結局一番目の前におるお客さんではあるわけやんか。なんかそういうのがかっこよくて、深いなエロアニメの声優になりたいなっていう。いや、さっきお笑い一本で食いたいみたいなこと言ってましたよ。もう、お笑いだけ、お笑いをやりたいからビジネスやらないで言ったのに、今、もうお芝居の仕事とエロアニメの声優になりたい。あと、お笑い好きより、名前は、くんにくまんでしょ。一番ベタですよ。くんにくまんそうだし。あと、なんで痩せたんですか？これ50時間のラジオやって、単純に、あの、食べ過ぎたら、眠たくなるかなと思って。はい。50時間でおにぎり3つぐらい。何キロ痩せたんですか？ 3、4キロ痩せた。いや、確かにもうゲスゴリしてますもんね。あと水と、最後に1個だけちょっとあれ、今回の回で1個だけあれ聞いていいですか？50時間のラジオで一番最初村本さんと喋ってたやつで、あの、ザジーの、あの、バーターかわかんないけど行って、なんか、マジだから、まあ、だからもう、今ばかり、だから僕、いろんなエロの仕事が繋がればいいなとかと思って、まあ、そういう活動してるから、マネージャーが、アメトーククラブ。あー、で、アメトークのオンラインサロンの方が、オンラインの方があんねんけど、それの、コンプライアンス、ゆるい、立ちトーク。あー、はいはいはい。あ、いい、面白そうですね。はい。そう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 。で、マネージャーがザジーも持ってるのよ。はいはい。まあ、ザジーのバーターみたいな感じで、中川パラダイスも、そういう、エピソードありますよ。エロのね。うん。でもまあ女性やねんけど、女性の28歳ぐらいで、なんやったら僕のことがちょっとあんま受け付けないというか、やっぱりまあこんなキャラでやってると。まあね、たまにいますよね、それ。でもまあ頑張ってほしいから仕事入れてもらったのよ。で、これやっぱちょっとやっぱコンプラゆるいトークってさ、どこまでが OK？ ネットといえども、どこまでが OK？ どこまでがあかんねんみたいな感じがあって、まあ、もちろんすごいよ。ケンコバさんとか、アンガールズの田中さんとか、まあ、GAG の福井とか、いろいろ本当に、コロチキのナダルとか、追って、すごい良かったんけど、なんか、そこまで、エロい話とか、そのコンプラアウトの話になりきれへんから。なるほど。うん。だから、もうここは俺が行くしかない。はい、空気を読まずに。はい、ちょっと空気変えていって、はい、面白ければいいやんっていうので、まあ本当にもうちょっとオンエアにもならんような、まあケンコバさんも、いや、この登場人物さえ伏せたらオンエアできんのに、はい、もう全ての歯車が赤ん方に勝ち合って、これ全部オンエアできへんみたいな話であったりとか、もう僕はもう4つぐらい、協力エピソード。協力エピソード。ライブ単位で話す。はい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 。まあだから YouTube ライブでもやばいんちゃうかなぐらいの攻めたんよ。でも面白いですもんね、それもね。うんうん、まあ結局、めっちゃ惹かれる瞬間もあって。はいはいはい。だからやっぱ芸人さんって引くことって笑いづらかったりする。はいはい、その場の空気もあるし。はい、で、引いたんやけど、まあもちろん良かった話もあるけど、誰よりも僕、その時におる誰よりも僕一番頑張って。はい。ケンコバさんとかもおる中で。うん、うん。で、僕はまあ、変な空気になった瞬間もあったけど、終わって、まあ、頑張ったわと。まあ言ったら、もう傷は背中に作らんかったわ。はいはいはい、はい。そのまま前のめりに倒れた。前のめりに倒れた。やりきったと。やりきったと。で、その時に一応でもこの仕事を入れてくれたマネージャーに感謝やなっていうので、はい、ありがとうなって言ったら、本当に背中向けたまま、こんな仕事入れんかったよかったですわ。入れんかったよかったですって言われました。悲しいな。いや、悲しいな。
俺それマネージャーに言われたらマジでへこむな。いや俺顔も見ずに背中だけ向けられて、いや仕事入れんかったよかいや俺な何にも喋ってなくて、いやせっかく入れたのに喋ってもないんやったら入れんかったよかったですわ。本当に活躍できなかったね、わかるんですけど。ただまあ編集もあるし、はい、ネットといえば生放送でもないし、まあまあまあ、確かにどうとでもなりますよ、どうとでもなるし、ね、まあもうそらね、カジさんもすごい編集能力高いし、はい、絶対どうにもなる。でも何かを俺は変えたくて、その空気を、はい、もういっぱい頑張ったわけよ、はい、それでなんていう、その入れんかったよかったって、はい、ザジーの方を見ながら本当になんかそのザジーの羽がこう動いてるように。ザジーよってマネージャーを持って俺やってんけど、なんかわかる、涙が溢れそうになったんか目がにじんだんか知らんけど、そのザジーの羽がこうやって動いてるように見えたもん俺。いやこのなんかねエピソードは喋ってね、めちゃくちゃおもろかったけど、うん、でそれまでのそのマネージャーさんとのなんかうまくいってない感じとかも聞いてたから、うんうん、でまあ、もマネージャー変わったんですよ。まあ、変わったというか、まあ、間に一人入った、まあ、男性が入ったから、いろんなことを理解してくれる。確かに女性はむずいっすよ、やっぱ。パラメーター。女性が入れてくれたんですか、その。そう、女性のマネージャーだったから。俺らもそうじゃない。むずいの、芸風的にね。なるほど、なるほど。いやー、これちょっと。やらしい。結局やっぱ月収3万円の話を深掘ろうと思ったけど、やっぱ脱線しましたね。脱線しちゃうよ。3万円は、だから、まあ、3万円はだからちょこちょこやってラジオとかでってことね。まあ、そう。はい。いや、ちょっとこれも。我々ちゃんと収益出たら、パラニーにギャラを振り込んで。ぜひ、ありがとうございます。もちろんね、固定でこれぐらいって今来てくれただけ出してるんですけど、はい、そっからどれぐらい伸びたかによって、ね、ギャラも変わってきますので、はい、ぜひちょっと見ていただきたい。皆さん、他もあとね、業界関係者も。ああ、そうですよ。ちょっとぜひ教えて。もうテレビだけじゃないですから、今の時代は。はい、他のサブスク、はい、エロのサブスクもありますから、そこでやっぱパラダイスの MC とかもね、全然できます。ぜひちょっとお仕事をお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。本日のゲスト、中尾パラダイスさんでした。ありがとうございました。バイバイ。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。